こんにちは、たびにゃんです。今回はミスド食べ放題に行ってまいりました。高田の馬場富山口店にお邪魔しました。到着した時には雨が少し降っていました。ビュッフェのドリンクメニューです。11時ごろ伺いましたので、ラインナップもバッチリです。美味しそうなドーナツばかりに並んでいます。ミスドからむぎゅっとドーナツ新商品が出たというので、早速食べに参りました。むぎゅっとドーナツいただきます。一番最初にいただいたのはオリジナルでございます。ほのかな甘さがあって、全部温めてもらったのでむぎゅっと感が一層増しております。こちらはむぎゅっとドーナツのチーズですね。ドリンクはアイスのロイヤルミルクティーをお願いしました。この商品はむぎゅっとドーナツのチーズいただいております。オランダ産のエダムチーズを織り込んで作っているそうなんです。チーズの香ばしさがとっても美味しいドーナツでした。むぎゅっとドーナツは北海道の小麦を使っているそうなんです。より日常的に楽しめるように、パンともドーナツとも言えるゆだね製法から作られたパンみたいなドーナツなんです。こちらはレーズンですね。レーズンが練り込まれているドーナツです。面白い形ですよね。なんか縛ってあるっていう感じです。すごいもちもちした感じなんです。朝食なんかにもぴったりかなと思います。甘さも控えめな感じがしました。パンと言ってもいいようなドーナツなんです。ロイヤルミルクティー、少しでもカロリー少ない方がいいかなと思いました。こちら一番最後にいただくのはシナモンレーズンです。レーズンとシナモンが入っているむぎゅっとドーナツレーズンシナモンだそうです。温めていただいたので、表面のシナモンは溶けてしまっているんですが、それがシナモンの香りが増してより味わい深い感じになっています。レーズンもシナモンも入っていて、私はこれが一番お気に入りでした。むぎゅっとドーナツ4つともとっても美味しかったです。こちらはエビグラタンパイです。ミスドのパイ、食べ放題ならではの商品です。温めてくれるのでパリパリしていて、パイはとっても美味しくてお気に入りです。エビやマカロンにコーンが入っていて、とっても滑らかな口当たりのパイです。私マフィンも大好きなんです。こちらもテイクアウトだと216円、イートインだと220円とミスドではちょっと高価なので、食べ放題の時に食べております。クリームインマフィン、塩バターを選んできました。まだこの商品一度も食べたことがなかったので、前からずっと気になっていました。一番上にはほんのりとグラニュー糖でしょうかね、塩気の効いたバター風味のグラニュー糖が乗っているのかなと思いました。そしてそれだけかと思いましたら、中にバター風味のクリームが入っているんです。第1陣ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。第2陣を取ってきました。第2陣はまだ1回も食べたことがなかったメープルリングやコーヒーリングなんかを取ってきました。メープルリングからいただきます。このボツボツは何でしょうね。ナッツかなと思ったんですけれども、ナッツのような食感がたまらなかったです。そして温めてもらうのがおすすめです。あったかくてふにゃふにゃして食べやすくなっています。
ふかふかですね。アイスのアールグレイをレモンでお願いしました。今食べているのはコーヒーリングです。温めていただいているので、より一層ふんわり感が増して、上のコーヒーの香りとお砂糖の甘みが馴染んで美味しくなっていました。こちらはハニーディップです。ふんわりしていて、もちもちしていて、イースト系のドーナツなので、とっても食べやすくて、ほのかな甘みがやみつきになります。このココナッツチョコレート、一番最初の時から私これが一番お気に入りなんです。ココナッツがもともと大好きで、チョコレートも大好きなので、いつも食べ放題に来た時にはこれをチョイスしてしまいます。ポンデリングは何を食べようかなと迷いましたけれども、やっぱりいちごミルク風味のチョコが甘酸っぱい、こちらのポンデリングストロベリーにしました。一番最後には山ぶどうのスカッシュお願いしました。この山ぶどうスカッシュ、山ぶどうの果汁が入っていて、甘酸っぱくてさっぱりした爽やかな炭酸なんです。バーベキューフランクフルト、これ私一番大好きです。温めていただいているのでパリパリします。そして中の粗挽きのフランクフルトがすごく美味しいんです。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、登録お願いします。またお目にかかりましょう。バイバイ。